あなたは不思思議に思いませんかなぜ岸田総理が掲げた所得倍増計画はいつの間にか資産所得倍増計画に変わっているのでしょうか岸田総理は投資する原資がない人は見捨てたのでしょうかなぜ岸田総理は感染症物価高に襲われている日本国民を助けない一方で留学生は日本の宝だと援助するのでしょうか本当に 聞く力があるのでしょうか聞く耳持たずじゃないですかなぜ岸田総理は小泉内閣以降の新自由主義を展開しますと言っておきながら新自由主義政策を進めるのでしょうか国民を騙したのでしょうかこうした問題の背景にあるのが99%の日本人が知らないあまりにも深い誤解です。そう指摘するのは 経済評論家として活躍してきた三橋高明氏です。三橋高明は、それこそが日本の本当の闇である、とも指摘しています。そして、その闇のせいで、知らぬ間に多くの日本人が貧しくなっているというのです。このような日本人が貧乏になった日本の闇を解き明かした新書籍が、岸田総理の大嘘です。岸田、 お前言われてるぞ。三橋貴明に。岸田、お前が嘘をつくから、三橋貴明がこういう本を出版できて、ほんで儲かってるぞ。なんだよ。岸田路線で行きゃみんな儲かるのかよ。岸田に賛成しようが、岸田に反対しようが儲かるのかよ。じゃあ、俺は岸田を責めるとするか。追伸もしあなたが、 この新書籍に少しでも興味があれば、こちらのページを一応見てください。なぜかというと、アフィリエイトで儲かるからです。お、誰かクリックしてこれ儲かるかもしれん。